おはよう、まやちゃん。今日も相変わらずか。僕は田中翔、陰キャでオタクの男子高校生だ。さっき僕の挨拶を無視したのは幼馴染の木村まやちゃん。今はあんなだけど昔は違ったんだよな。今はクールなまやちゃんだが、昔は泣き虫でひっつき虫、さらには寂しがり屋の甘えん坊だった。どこに行くのもずっと一緒、僕の姿が見えないと号泣しながら探し回ってたほどだ。どこ行くの？離れちゃやだ。まやちゃん大丈夫？大丈夫だよ。翔ちゃんはまやのそばにいるの。どこにも行かないよ。絶対だよ。翔ちゃんはまやと離れちゃダメなんだよ。まやと翔ちゃんはずっとずっと一緒なんだからね。そんな風に約束したけれど、小学校に上がってからは徐々に距離ができてしまった。中学に入る頃にはほとんど喋ることもなくなって、目が合っても無視されるように。仲が悪くなったというか、存在を無視されてるというか。とにかく寂しいんだよな。ああ、どうしてこんなことになっちゃったんだろう。僕、まやちゃんに何か嫌なことしちゃったかな。だったら謝りたいけど、心当たりがなさすぎる。ああ。やあ、そんなにため息をついてると幸せが逃げちゃうぞ。なあ、夢どころさん。僕に話しかけてくれたのは夢どころ乙女さん。同じオタク仲間だ。好きな作品が一緒で意気投合して仲良くなった。ちょっと考え事してたんだ。なるほど。それほどうなっているということは悩み事かな。そんなとこだけど、解決方法がわからなくて。そういう時は、この時すく夢をかける乙女の新刊を読めばいいのだよ。それ僕も読んだよ。よかったよね。仲違いをした片方が記憶をなくして、そこから紡がれる新たな友情。しがらみがないからお互いに素直になれるんだよね。過去のわだかまりって意外と尾を引くからね。でも記憶が戻ったらどうなるんだろう。さあ、そこは作者オタクダ先生の腕の見せ所でしょ。次の話が楽しみだね。だね。早くまた君と熱く語り合いたいよ。僕もだよ、夢どころさん。放課後、夢どころさんとの会話はやっぱり盛り上がるな。テンションが一緒だから異性って感じしないのが話しやすいというか。ってあれ、あそこにいるのはまやちゃんだ。なっ、すごい風だなこれ。まやちゃん危ない。それから数時間後、僕が目を覚ましたのは病院だった。どうやらまやちゃんの腕を掴んだ時、僕も一緒に転がり落ちてしまったらしい。意識を飛ばしている間に病院へと搬送されたようだ。気づいたようだね。頭は強く打っているけど、命に別状はないよ。一応様子見で一日だけ入院することになるかな。でも明日には退院できるからね。ただし日常生活はしばらくおとなしく安静にしておくこと。先生、あの僕と一緒に落ちた女の子は。ああ、あの子なら大丈夫だ。君がかばったおかげで少し打ち身があるくらいでほとんど怪我はなかったよ。念のため検査は受けてるけど、今日中に帰れるから安心しなさい。よかった。まやちゃんのことちゃんと守れたんだ。君は勇気ある行動をした。よく頑張ったね。あとは体の怪我を治すだけだよ。それじゃあ安静にね。はい。数分後、あれ、僕あれから寝ちゃってたのか。って言ってもそんなに時間は経ってんな。翔、大丈夫か。私やっと診察とかもろもろ終わって、やっとここ来れて、それで怪我、頭、すごい包帯じゃん。これ、大丈夫なの？まやちゃんが僕のこと心配してくれてる。翔。ここで僕が大丈夫って言ったら、また元通りなのかな。会話もできない毎日に戻るのかな。それは、寂しくて嫌だな。あれ、翔、聞こえてる？っていうか、
私が誰かわかる？もしかして、わからない。記憶がないとか。記憶？仲違いをした片方が記憶をなくして、そこから紡がれる新たな友情。しがらみがないからお互いに素直になれるんだよね。過去のわだかまりって意外と尾を引くからね。じゃあ本当に大丈夫か？っていうかそんなに見つめられると。しがらみがないからお互いに素直になれるか。だったら僕も記憶がないふりをすればまたマヤちゃんと仲良くなれるのかな。少し試してみてもいいよね。君は誰だっけ？本当に記憶がないの？君のこと以外は覚えてるんだけど。そっか、これはチャンスかも。ん？マヤちゃん今何か言ったような。私は木村マヤ、君の幼馴染で、それ以上の関係。それ以上？待って待って、それ以上ってどういうことなの？彼女だよ、婚約だってしてるし。婚約？つまり将来は結婚する運命の相手。赤い糸で結ばれてる私たちは離れちゃいけないの。木村さん落ち着いて。マヤって呼んでくれなきゃやだ。マヤちゃん落ち着いて。落ち着いてるよ。大丈夫だよ、翔。私がいるからね。私がしっかり身の回りのお世話をしてあげる。だって恋人で婚約者だもん。仲良くなりたいと思ったけど、まさかこんなことになるなんて。これから一体どうなるの？あれから僕は一日だけ入院をして無事に退院。そして学校へと登校することになったんだけど。マヤちゃん、これは。記憶がないなら道に迷うかもしれないでしょ。だから私がちゃんと連れて行ってあげる。絶対に私から離れちゃダメだよ。僕がなくしたのはマヤちゃんの記憶だけだよ。日常生活に支障はないから通学は別に問題は。何か言った？翔ちゃんは私と一緒が嫌なのかな？離れたいのかな？ねえ翔ちゃん、どうなの？そんなことないです。ならよかった。ほら早く学校行こう、遅刻しちゃうよ。あれ、マヤちゃんってこんな感じだったっけ？記憶がないって言ったから過保護になってるのかな。数時間後。はあ、朝はびっくりしたな。まさかあんなにひっついてくるとは思わなかったし。やあやあ田中くん、階段から落ちたんだって。大丈夫かい？なんとかね、大丈夫だよ。そうか、でもまあ困ったことがあったらいつでも頼ってね。ありが。大丈夫だから。翔ちゃんは私がお世話するから問題ないの。夢どころさんが手を貸さなくても平気だから。あそっかそっか、頼もしい幼馴染でよかったじゃないか田中くん。マヤちゃんいきなりどうしちゃったの？授業中。マヤちゃん、これ距離近いんじゃ。これくらいじゃないとダメだよ。わからないところは私が教えてあげるから。だからマヤちゃん以外の記憶はあるから授業は。なんか言った？翔ちゃんは私と授業を受けるのが嫌なの？そばにいたくないのかな？どうなのかな？私と離れたいのかな？そんなことありません。だよね、よかった。こうして海外しくお世話をされる日々。今まで離れていた距離を埋めるように、マヤちゃんはずっと僕の隣にいてくれる。恋人として、婚約者として。でもどうしてマヤちゃんはこんな嘘をつくんだろう。僕がイケメンだとかそういうのならわかるんだけど、陰キャの僕をわざわざ恋人っていうのはなんでだ。マヤちゃんが僕の恋人って嘘をつくメリットっていくら考えてもわからないや。翔ちゃん何うなってるの？僕とマヤちゃんは恋人だし婚約者なんだよね。そうだよ、ちゃんと証拠もあるんだから。今持ってきてあげるから待ってて。これを見たら翔ちゃんも納得するから。そう言ってマヤちゃんは急いで自宅へ帰っていった。そして戻った時手に持っていたものは、じゃじゃーん、これが証拠。ちゃんと名前だって書いてあるでしょ。
これは昔遊びで書いたやつだ。でも詳しいことは思い出せないな。書いたことだけは覚えてるんだけどな。でもそれ子供の頃のなんじゃ。それでも有効だもん。絶対に結婚するの。それとも翔ちゃんは私と結婚するの嫌なの？したくないの？そっか、翔ちゃん私から離れようとするんだ。違うよ。そういうわけじゃないよ。でも僕記憶ないのに結婚とか言っていいの？いいの。今からゆっくり私のことを好きになってほしいんだ。私は翔ちゃんが大好きだから。だからね、心配しなくていいよ。私の気持ちは絶対に変わらないから。ありがとう。まやちゃんにお世話をされて2週間が過ぎた。ずっと一緒に過ごしているうちに気づけば僕は優しくてあったかい彼女が好きになってしまっているけれど、それと同時に僕には不安が。記憶のない僕にどうしてまやちゃんは恋人だって嘘をつき続けるんだろう。好きだって言ってくれたけど、あれは本当なのかな。わからない。まやちゃんがわからない。相変わらずなってるね君は。夢どころさん、悩み事があるなら相談に乗るよ。実は。なるほどね。これはあくまで私の推測だけどね、今までのことがあって普段の君には素直になれなかったんじゃないのかい。だから記憶のない君に素直になってるんだと思うよ。今の彼女の言葉は本心なんじゃないかな。君の幼馴染は恋心を使って人を騙せるような人なのかい。違う、まやちゃんはそんなことしない。なら君はただ彼女を信じればいいんだよ。ありがとう夢どころさん。どういたしまして。翔ちゃん。まやちゃん。ほら帰ろう、早く早く。ね、またね夢どころさん。まやちゃんどうしたんだろう。学校出てから一言も喋ってないけど。やっぱり翔ちゃんはああいう子が好きなの？ああいうのって？夢どころさんみたいな女の子。どういうこと？翔ちゃんは私じゃダメなの？私本当に君が好きなの？ねえ、あの子じゃなくて私を選んでよ。ちょ、落ち着いて。まやちゃん、恋人の私をちゃんと愛してよ。ああ、このままじゃダメだ。嘘をつき続けたままじゃまやちゃんに向き合えない。まやちゃん、僕たちは恋人じゃないよね。翔ちゃん。ごめん、実は僕記憶あるんだ。記憶がないっていうのは嘘で。でも騙してたんだ。恋人だって言って喜んでる私を見て笑ってたんだ。違う。あんまりだよ翔ちゃん。待って、まやちゃん話を聞いて。まやちゃん待ってってば。いや、ついてこないでよ。もう私のことなんて放っておい。まやちゃん。これ何？婚姻届。婚姻届？これを書いたら翔ちゃんと私は結婚できるの。結婚するの？僕たち。だって私たちはずっと一緒にいるんでしょ？うん、ずっと一緒。だったら将来も誓い合わないと。翔ちゃん、指切りしよう。指切りでま、嘘ついたら針千本のます。指切った。約束忘れないでね。絶対に絶対に私をお嫁さんにしてね。ああ、あれ僕。翔ちゃん、よかったよかったよ。私のことかばって車にはねられて、それでそれで。まやちゃん。翔ちゃん、いきなりどうしたの？忘れててごめんね。結婚の約束ずっと一緒って言ってたのに。覚えてるの？思い出したんだ、指切りをして結婚を誓ったこと。まやちゃん、記憶がないなんて嘘をついてごめんね。昔みたいに仲良くなりたくて、元に戻りたくてあんな嘘をついたんだ。
本当にごめんなさい。いいよ、怒ってないよ。本当に？うん、私ね、ずっとずっと翔ちゃんが好きだったの。でも小学校から翔ちゃんは他の女の子とも仲良くなったでしょ。同じ趣味の子たちと仲良くしてるのを見て、自分じゃダメだって思ったの。翔ちゃんは正反対の子が好きなんだって。そんな。だからね、私が翔ちゃんを独り占めしちゃダメだって思って距離を取ってたんだ。でも好きって気持ちに我慢ができなかった。だから記憶がないとしてチャンスだと思ったの。今なら私を見てくれるんじゃないかって。ごめんね翔ちゃん。でも気持ちは嘘じゃない。私は翔ちゃんが好き。僕もマヤちゃんが好きだよ。優しくてまっすぐなマヤちゃんが大好き。あれから僕は無事に退院した。事故を起こした人からはしっかり謝罪を受け、もろもろの手続きをしてもらっている。ちなみに今回のことを夢どころさんに伝えたところ、田中くんと木村さんのコップリングは尊いですね、推しには幸せになってほしいですと親指を立てて祝福してくれた。あと夢どころさんとまやちゃんはじっくり話してみたところ、意外と馬があったらしい。今では二人で出かけるほどに仲良くなっている。そして月日は流れて、見て見て翔ちゃん、ウェディングドレス綺麗だな。まやちゃん。何？ちゃんと言ってなかったから伝えておきたくて。あ、喜びは2倍に、悲しさは半分に。これから先の時間を僕にくれませんか？僕と結婚してください。もちろん、いいに決まってんじゃん。大好きだよ翔。僕もだよまやちゃん。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれると